社会主義学生同盟は1946年に日本社会党の呼びかけで結成された学生団体。略称は社道。1946年、日本社会党青年部は学生への政治的啓蒙の一環として、それまでの文章による啓蒙運動から発展して大学生。 高等専門学校生による学園民主化などの実践の団体を結成することを提起し、民主化の促進は学生の力で、おスローガンに東京都内の学生に結集を呼びかけた。同6月2日、東京帝国大学法文教25番教室にて社会主義学生同盟結成大会を開催。鈴木もサブロによる講演の後学生による討論があり。 当時の食料危機突破急加速新運動と絡んで、働きながら学べる学校との要望が多く、発言された。この大会は、東京帝国大学、早稲田大学など24校から200人ほどが参加し、参加者の1割程度は女性であった。同時期の社道の勢力は、東大では20名程度であった。同9月4日、社道と民主主義日本学生協会、 全国大学高専学生連合会、社権連、在外同胞救出学生同盟、学生文化連盟、学生総合連盟の7団体が、学生団体統一会議の設置を決定。同年10月16日の帝国大学新聞は、シャドを政治的組織ではなくあくまで社会主義の、科学的研究団体であり、森と達夫の言うところの、せいぜい研究団体であると評している。 また当事者同が学生の政治運動禁止に反対する運動で日本共産党系の青年共産同盟と共闘していたことを注目すべきこととしている。ありがとうございます。